はい。おはようございます。こんにちは。こんばんは。サンロードの花園です。えそれでは2023年7月の30日ですね。ポッドキャスト始めていこうと思います。本日7月30日は土曜の牛の日ですよね。ってことでね、今日は店内放送で、ね、もちろんうなぎは紹介してきたんですけども、牛の日と言いましたらね、うなぎもなんですけど、まあ、うなぎとしじみもなんですけどもね、うがつく食べ物も いいそうなんですよね。なんでね、うがつく食べ物を中心にね、今回いろいろと、ね、紹介してきたんですけどもね、で、うがつくもの、を何が思い浮かびな、思い浮かびますか野菜、お野菜だったらね、うはね、やっぱりうりですよね。うりということでね、うりの仲間のきゅうりやゴーヤえまたスイカにですね、かぼちゃ、こちらをね、ちょっと 宣伝、宣伝中かね、話してきたんですけどもね。あと、ね、あと、面白いところでは、ゴールドキュウイ。<laughs> キュウイもね、うが入ってますよね。ゴ、ね、ールドキュウイもね、してきまして。で、野菜コーナーはそれして。で、次がね、ワニッパイコーナーがあるんですけども、ワニッパイコーナーでうがつくものと言いましたら、やっぱり納豆ですよね。納豆もね、意外と夏場でよいいんですよね,ね。納豆に、あと、うどんですね。 うどんは消化にいいんでね。うどんもね、夏バテ予防にいいんですよね。で、うどん。で、お魚コーナーではね、やっぱりうなぎね。うなぎにしじみ。で、お肉のコーナーでは、うお肉でうと言いまして、やっぱり牛肉ですよね。ね、うが入ってますよね、牛肉。なんでね、もうほんとうなぎが苦手な方は今日は牛肉、焼肉などいかがですかみたいな感じでね。まあねちょっと話してきまして。で、 ヨ人ッパイコーナーでうがつくものと言いまして、やっぱり牛乳ですよね。意外とあるなと思ってですね、うがつくものね。で、あと、それから、その先はパンコーナー。パンコーナー、<coughs> パンコーナーでうがつくものあるかなと思ったらね、ありましたね。ウィンナーが入ってるパンね。ウィンナーマヨっいうパンがあるんですけども、それとかね。 また、あとね、また、おまんじゅう系、和菓子系はね、土曜のね、も、ま、う、あ、おまんじゅうが入ってます、ありますんで、そういうの紹介してまた、うなぎのエキスが入ってるサブレ、うなサブレがありましたんでね、それもね、紹介してきまして、って感じでね、お菓子のコーナーだけがね、ちょっとね、まあ、商品なんかあったかなって感じなんですけどもね、で食品のコーナーでやっぱりう,う、とい、うがつくものと言いましたら、今の時期はやっぱりそうめんですよね、 ね、そうめんも紹介してきてって感じでね、今日はね、店内放送で本当、うなぎを中心に、その、うがつく食べ物ね、ちょっとしてきました。でね、うがつくものと言いましたら、梅干しもありますよね。で、梅干し、うなぎと梅干し、食い合わせが悪いってね、言われておりましたけども、実はこれ真逆なんですよね。 うなぎにはね、そういうビタミン A とかビタミン B 群が多く含まれておるんですけども、それの吸収とかをね、助けてくれるのが、梅干しに含まれているクエン酸なんですよね。なんでね、うなぎと梅干しね、食い合わせが悪いんじゃなくてね、逆にいいんですよね。ねえ、これちょっと昨日、昨日調べてね、もう今日も手根で充したんですけどもね。でね、あの、その食い合わせでね、ちょっと、あの、 えって思ったのがあったんですよ。それがね、キュウリとトマト。これね、栄養、栄養取る面から考えたらね、あんまり組み合わせ良くないみたいなんですよね。その、キュウリに含まれている成分がですね、トマトの含まれているビタミン C、それの,のね、働きを阻害するみたいなんでね、キュウリとトマトの組み合わせ、栄養的にはね、意外と、 ねえ、ダメなんだなーって、その時、ねちょっと知りましたね。だって、サラダとかにもね、キュウリとトマトって組み合わせてするじゃないですか。あと、冷やし中華ね。今の時期だったら冷やし中華。冷やし中華にもね、キュウリとトマトって入れたりしますもんね。でも、栄養面から見たらね、その組み合わせあまり良くないってことでね、へえーって思いましたね。なんか、今回ね、ちょうど日曜日にね、土曜の牛の日が来ましたんで、 ね今回いろいろ勉強して、まあ、店内放送したんですけどもね、結構ほんと勉強になりましたね。ということでね、その、うなぎとうなぎじゃないや、その、キュウリとトマトはね、ちょっといつかショートでもね、撮ろうかと思っております。はい。ということで、本日はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。またです。バイバイ。